カーナンバー72 KMUTT スタートしました。さあカーナンバー72 KMUTT が今スタートしました。はい、遠路タイから来たチームの一つですね。はい、昨日は4秒668というタイムでした。ここへですまで運転の練習をしてますね。はい、微笑みの国です。いやいや、本当にタイ国内予選、国内での国内大会相当厳しいらしいですよ。もう何十校も出てきてて、で結局タイで大学に行ってこういうことができる人たちはやっぱり相当レベルが高いですから、運転の練習なんてもう日がなやってられるような。そんな皆さんじゃないですけど、一生懸命練習ができるようなね、環境も与えられるはずなので、車とあんまり喧嘩してないんでね。そうですね。今やとは15秒66というタイムで今この周回です。そろそろ大阪市立大学もフィニッシュに向かっていこうかなという状況になりますかね。2周目で様子が分かったのでちょっとアクセル飛び出したら今度は車が押されてしまって運転しにくくなるというね。もう11秒881と回ってきてますね。11秒 881KMUTT。 いやだから今のインタップの入り方いいんですよ。そうなんですよね。ああいうスーッと入るとですね、意外に気持ちを抑えるコースの下見するぐらいのつもりで入った方が、実は車は素直に動いてたり、なるほど、慎重にじゃなくて精度をしていたりして精度を高くして、慎重にこう後手に回るのとですね、精度の高い運転っていうのはちょっと違うんで。そうですね。15秒026です。15秒026。大阪。アクセルガンガンを踏み出しましたね。タイのこのトンブリコーのドライバーはほらね、9秒台、1分9秒978、1分9秒978、でも今のテールスライドって多分 0.4 秒から 0.5 秒ぐらい通してますから、次のラップはちょっと上がってこの辺で、その次のラップぐらいでちょっとリズムのいいところに落ちるといいんですけどね。9秒978、今のでどのぐらいのタイム差あるか、ちょっと注目ですね。1周でこういう1つのところで気がつくわけですよね。入力がきつくなってきましたからね、タイムは出るかもしれないけど、車に厳しいのと、意外に攻めてる分だけはタイム上がらなくなってくると思います。まだ2つ目の場合はそうですよ。いや、微笑みの国のタイムですね。車に乗せるとちゃんと牙は僕です。15秒661というタイムは大阪市立大学。そして KMUTT ガンガンコーナーでもアクセルワークが荒くなってきましたよね。12秒52ならやっぱり驚きますね。右のラップの走りで、メリハリをもう少しつけると多分9秒台を並べられると思うんですけどね、これ3秒ぐらい落ちてますもんね。そうですね。だからあそこ1個でコンマ5秒ですから、あっちでコンマ3秒、向こうの奥でまたコンマ何秒、こういうね、ラップタイムっていうのはこうミスの足し算なんで、よく僕の運転の調査の一人でもある昔の本当に素晴らしいレシピドライバーだった黒沢さんがよく言いますけどね、神様のタイムがあるんだよって言いますね。さあ、チェッカーが用意されます大阪市立大学。さあ、今、チェッカーを受けました。大阪市立大学の完走です。カーナンバー24、大阪市立大学。おめでとうございます。さあ、ここから少しの間はもう頑張ってますから、潜入走行とは行きませんが、さ最後のラップで大阪はラップタイム上げてきましたね。ああ、10秒54でという最後の最後で、最後は13秒243としてのベストじゃないですか、この最後のラップがね。13秒243です。KMUTT が10秒54でカーナンバー38、慶応義塾大学スタートしました。さあ、カーナンバー38、慶応義塾大学が行きます。すぐコーナーに突っ込んでいくもう少しこう車を曲げていくプロセスというのが欲しい感じで、特に1周目ですからね、今、アウトラップというか、コースにを兼ねて、この途中でコース全体像を体で頑張らせていただいて、さあコース上は今カーナンバー72が KMUTT がもうガンガン攻めてますが、ここまで9秒台、9秒978というのがトップラップになります。ベストラップはまた10秒までちょうど10秒074というタイム、よくタイムつないでますね。もうちょっと丁寧に走ると9秒台並べられると思うんですけどね。ドライバートレーニングとかいつでも理論を覚えるのが大事なんじゃなくて、なぜそうなるかという理屈をぜひタイヤから覚えて、考えたと思うんですね。慶応チームのオレンジのラインのマシンが、今、アウトラップは15秒台ですね、15秒127で入りました。1ラップでいいんでしょうか。じゃあ、アウトラップ、ベース的にアウトラップの前になると思う。